この番組は FC 琉球の選手たちが仲間と本音で語り合ったり、友達になりたい人に会って仲間を増やしていくトークバラエティです。選手もチームも関係者も番組スタッフもみんなが進化してシンカーの輪を世界中に広げていきましょう。シンカ TV。 前回に引き続き今週も沼田圭吾選手と杉本勝義さんの対談をお送りします。ここでお二人のことをおさらいしよう。沼田圭吾選手、攻守ともに優れており、FC 琉球不動の左サイドバックである。杉本勝義さん、カンフー居酒屋蓮の名物店長であり、気さくな性格で FC 琉球の選手から愛されている。それでは進化 TV、今週も行ってみよう。真面目な話とかもするんですか、普段。あ、どうやろ。あ、でも、やっぱり圭吾もずっとやっぱり長い間選手できるとやっぱり。ね、やれる間はやりたいって言うけど、うん、やっぱりその引退した後、沖縄はやっぱり敬語今好きみたいで、そう、沖縄で何かできればなみたいな、うんうん、そういう話はしますよね。そうですよね、うん、お店のことをどういう風にやったらいいかとか、うん、そうだね、まあいろいろいろんな話しますよね、うん、そういうことも考えていく、将来的な、そうですね、将来的に沖縄住めるようにどうやったらできるかなっていうのは、まあ、ほんと少しずつですけど考えたりもしてますし、まあでも選手 40歳までやるって、やってほしい、やってほしい、うんうんうん、走り続けるっていえば決めてるので、うん、できると思うし、はい、頑張ります。できると思うし、ほんまに、うん、でもそういうのもやっぱ進化 TV じゃないけど、その周りの人のサポートとか、うんうんうん、であの助けてもらってるおかげでできると思うんで、進化 TV、 進化 TV やしね、進化系もね、進化系もね、進化ってやっぱり沖縄の言葉わかる、仲間、あ、そうそうそう、それとあとプラス進化って意味でしょ、そうね、うん、いい言葉やね、いい言葉だね、確かに、うん、ね、このテレビ始まるまで知らんかったけど、ね、もう僕も全く知らなかったなもう5年ぐらいいるけど、6年いるけど、もう進化ってね、進化知らんかったね、うん、今の話知らないですえ、あ、エマ、俺エマ知らんねん、エマよう覚えてんな、サポーターが見つけて聞いたっていう、いや、あの、なんかチームでみんなで、うん、なんか年の初めにエマ書くんですけど、うん、みんな J1 昇格とか、うん、なんか怪我しないとか、うん、試合に出るとかなんですけど、うん、いや、俺どうしようかなと思った時に、うん、まあ、人間力を上げるって書いたんです上がってるよ、上がってる、上がってる、上がってる、人間力だけで書いてます、人間力で書いた、確か それをサポーターが写真撮ったみたいで、うん、それがちょっと拡散したって言ったけど、そうやね、あの、自分で書いてる分にはすごいと思うんだけど、ちょっと拡散したらはずいよね、めっちゃです、ね、そんな風に思ってない、いや、でも俺もなんか書いたら3位に人間力って、沼田圭吾人間力って、うん、人間力って何かで人間力、ヒューマンパワーでしょ、ヒューマンパワー韓国語で言ったらなんて言うんですか、の領収書の姿よ、いや、合ってるかどうか分かれへん、今領収書くださいって、領収書ください分かるか、人間力は韓国語で使わへんからな、そんなもん、サッカー選手に見えない部分が多いから確かに、いや、俺マジでサッカー選手って思われてる、そうやろ試合終わってきて、うん、げっそりしてる姿見て、うんうん、あ、こいつサッカーしてきたんやって思ってるぐらいでしょ、そうそう、本当に、本当だからよく俺前にほらお花見行った時ね、ああお花見行った時も大渋滞の中でファンの人が沼田選手だって、いや、あったっすよ、よう見つけたなと思うわ、すごいですね、たまに気づいてくれるんですよ、沖縄の人も。たまにね。たまに。いや、もう、多分僕の方が多いと思うね。あの、国際通り歩いてたら、マスターって。マスターって、まあ、多分こう、ね、奥さんいるからあんまり言えないけどね。あの、あんまり他の女性とは歩けないね。それは NG でお願いします。もうできると思います。もうできます。もうできると思いますよ。もうお腹ペコペコですよ。なおちゃん、お腹ペコペコ言うてはるで。CM の後、絶品韓国料理登場。進化 TV。もうお家を売って。ああ、やった、来た、うまそう。これが僕の大好きな。ヤンニョムチキンでございます。はい。
ハニーガーリックですね、はい、それから、鶏なのにカルビ味、カルビチキンでございます。おこれがプルコギキンパです。めっちゃ美味しいやつ、これキンパです、紹介してください。めっちゃこれはプルコギキンパで、はい、めちゃめちゃこの間あのアピスタで売れました。はい、これは結構サービス。マジで？練習割やからアサリうどん。あだす。めちゃめちゃ食べれる。すごいですね。いただきます。お綺麗よ。おいしい。ありがとうございます。いつも通りうまいです。ありがとうございます。はい、沖縄に来てなんで韓国料理を。確かに。あ、そうでしょ、みんなに言われるんですけど、うん、うちの奥さんが韓国人なんですよ。ああ見えて、ああ見えてね、うん、でちょっと ビッグバンみたいなマスクなんで多分韓国人かなっていうのは、うん、アニハセヨ、アニハセヨ。親戚に行きたいような感じなんですよ。いやもう実家っす、実家っす、もうここは実家。まあそうやね、うん、もう子供も嫁も大体いつもこの席で食べてるんですけど、もうああってすぐもう落ち着いたって感じでね、そうそうね、もう、うん、もうキンパも子供もよく食べるし、本当に長年お手製のハンバーグとかも作ってもらったりして、もういつもでも知り合ってから1年ちょっと。そうっすね、なんか時間の長さってあんま関係ないっすね。そうね、やっぱ沖縄なんやろ、 そうだね、なんかそんなに時間はかからなかったね、うん、かからなかったよ、うんうん、フィーリング、ああそうだね、フィーリング良かったっすよね、うん、一目惚れみたいな。一目惚れっす。俺は一目惚れっす。ごめんなさい。はい、振られました。帰ります。お疲れ様でした。だから本当なんだろう。やっぱりいろいろ来てくれるじゃん。うん、宅にしろ、こうにしろね。でみんな仲いいんだけど、やっぱり一番何でも言える。うん。うん、何でも言えるし、ちょっとした悩みとか愚痴も言えるっていうのがいいよね。うん、嫌でしょ、ね、俺がこうにこう、こうすけにこうずっと愚痴をこうこぼしたら、あいつ病むと肌荒れがもう治らなくなるから、だからそれだと、だからそこをその辺もやっぱ聞いてくれるし、うん、確かに、で逆にね、俺も聞いてもらってるしね、そう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 、うん、だから本当に2人で、なんだろう、枕を涙で濡らす夜が、いやいやそれはもう流せません。まあまあね、うん、そうね、例えばね、ちょっとした悩みをね、うんうんうん、相談するのにやっぱチームメイトとかじゃなくて、こういうまたちょっと離れた立場の人がいると、うんうん、もう俺も喋りやすいし、うんうん、俺もだから言いやすい、ね、そう、杉さんも言ってくれるし、うんね、もうなんか親子ぐらい年は離れてるけど、うんうんうん、そうだね、もう親子ぐらいね、うん、だって友達っすもんね。うまいね、よう言ってくれた、よう言ってくれたわ。マジでチングね、韓国でチングね、チングチングチングですね、本当に、うん、チング TV、 チング TV で今日ね、今日チング TV、はい、今日チング TV で絶対怒られるぐらい後で言う、絶対言うと思った今。仲睦まじい2人、まさにチングでありシンカーですね。FC 琉球では LINE 公式アカウントからホームゲームのお得な情報を配信しております。小学生以下のお子様を試合観戦に無料招待する夢パスも LINE 公式アカウントから受付中。詳細は FC 琉球公式サイトをご確認ください。進化 TV、 2人は本当に進化なの？進化だよ、進化です。FC 琉球進化ゲーム。イエーイ。このゲームはですね、はい、お二人が本当にお互いのことを分かり合っているのかゲームで試しちゃおうというコーナーとなっております。はい、はい、でこちらに質問が書かれているカードがあるのですが、はい、5枚カード選んでいただいて、お互いに決めた車をこのカードの質問の答えを参考に当てていくというゲームとなっています。沼田選手のターンになりました。それでは左と、はい、準備は大丈夫ですか？はい、大丈夫、OK、はい、じゃあ左サイドバッグから一番左で、はい、はい、メーカーはおトヨタ。右がいます。次に右だ、おっ、おっ、いや、これすごい、価格帯は290万。真ん中でいきます。はい、私の好きなところは俺を好きでいてくれてると思う。はい、じゃあ左です、はい、あっ、もしこい、おっ、すごい、電式は、はい、もう当たるやん、2024年、いや未来やない。平成がいい、どっちがいい？平成で、平成26年、はい、
うん、でそんな絞れへんかったんじゃないですか。そろそろ。はい。左がね、いい食べてるから、ね。はい。いいですね。ボケた。はい。すごくね、俺車の色は。はい、ほんまにすごい。人気のカラーパッケージ。どういうこと？これも絶対こいつ。いきます。はい。トヨタ FJ クルーザー。どうですか？いや。トヨタ FJ クルーザー。なんでさすが A1 優勝したらかったけど。この進化ゲームで使われているルーネット沖縄、メーカー、車種、価格などいろいろ調べることができ、あなたにぴったりの車がきっと見つかります。ルーネット沖縄で検索。今週の進化 TV いかがだったでしょうか。来週の進化 TV は進化 TV のアシスタントも務める FC 琉球ガールズのオーディションの様子をお届け。ライブ配信アプリミクチャにて16日間の予選を勝ち抜き、さらに2週間の決勝戦を勝ち抜いた8名の候補者たち、それぞれの FC 琉球に対する熱い思いが溢れ出す。8名の中から一体誰が選ばれるのでしょうか。進化 TV 来週もお楽しみに。